茶店は毎日、喫茶店が大好きで、毎日3軒くらい行ってきたと日記に書いてますね。あれですよね、オール外食ですからね。その去年12月に出したアルバムは、去年が彼の生誕100年だったんですね。でその生誕100年になったのを合わせたいということで作りました。基本は僕は自分の家で弾き語りで録音したのに、彼とかソウルブラザーズのモンダーの後から音をかぶせて重ねていくという感じで作りました。次の歌もそんな感じで、重ねていったんですが、僕の弾き語りは僕の部屋で撮るんですけども、その後の音を重ねる、レコーディングはスタジオ借りると高くてもったいないんで、この人がですね、一軒家に住んでましてですね、その彼の一軒家の部屋をスタジオにしてしまってですね、そこでレコーディングをしたというような感じで、ほとんどレコーディングにお金をかけずに、撮ることができました。いや、かかってんじゃん。あ、そうか。ただね、レコーディングして演奏が始まるとすぐ隣のお家ですからね、隣のうちの人が出てきて布団バンバン叩くんですよね。多分怒ってたんじゃないかなと思うんですけども、無視してレコーディングしましたけど、ずっと賃貸でね、彼はそこ住んでたんですけど、もう行ってんだろ。行っていいよ。その賃貸でずっと借りてた一軒家を借りてたんですよ、彼はね、所沢で。で、まあこうね、本当に俺たちのスタジオにずっとしたいなと思ったら、ついにですね、その家を彼は買いましてですね、ついに先月買いました。先月1000万でパーンって買いましたね。貯金ほぼゼロおいしくなりましたですね。こう見えて意外と持ってたんですよ。おなのでギリギリスじゃなくてありだったみたいな。なのでこれからずっと彼の家でレコーディングができます。そんな彼の部屋でレコーディングした曲の一つです。竹内幸三が喫茶店で過ごしている時間のことを、彼の詩に書いた曇り空という詩。終てならぬ昼寝ばかりしてただ時期を待つばかり。今日も喫茶店の硬い長い椅子上に寝転がって曇り空を見ている。曇り空を見て空を見て